これよりソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン2017ステージ2愛知ジャパンレディースのファイナルマッチを行います。両プロの入場です。まずは鈴木みくるプロ、続いて清水真由プロ、皆様両プロに改めて大きな拍手をお送りください。ジャパンレディースのファイナルマッチとなります。それではお二人試合の準備をお願いします。
ウィナー鈴木みくる。ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン2017ステージ2愛知ジャパンレディース優勝、鈴木みくるプロでした。おめでとうございます。ステージ1に続きステージ2も連覇ということで、まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、だいぶ苦しかったんですけど、クリケットの、ブレイクですかね、そのままの勢いで自分の先行の 0-1 を取りたいなと思ったんですけど、なかなか思うようにブルが入らず結構厳しい展開でしたね。9ステージで今回から区切られるということで、本当に一試合一試合がすごく大事になっているので、もうちょっと全然安心できないっていう感じなんですけども、この調子で次の大会もまた頑張りたいと思います。これよりソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン2017ステージ2愛知ジャパンのファイナルマッチを行います。両プロの入場です。まずは畠中博史プロ。続いて鈴木武弘プロ。皆様、両プロに大きな拍手をお送りください。ジャパンファイナルマッチとなります。
ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン2017ステージ2愛知ジャパン優勝、鈴木武博プロでした。おめでとうございます。2戦目優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日一日で本当に拾った試合がすごい多かったんですよ。負けてもおかしくない試合が、入れ替え戦からずっと奇跡、本当奇跡です。今まではね18戦のトータルのポイントが年間だったんですけど、今回は9戦限ってのポイントになるということで、1試合1試合多分ね今日残ってる選手も全員気が抜けない試合が続くと思うんですけども、今日のようにねシンデレラボーイ鈴木武博のような選手がこれからも出てくると思うんで、皆さんラッキー度合いを見てやってください。今日はありがとうございました。おめでとうございました。ジャパン優勝鈴木武博プロに大きな拍手をお送りください。